4番目のスピーカーの方を、私からご紹介いたします。青木亮介さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。東京の檜原村から参りました株式会社東京チェーンソーズの青木と申します。檜原村ご存知の方いらっしゃいますか？あ、意外といらっしゃるんですね。ありがとうございます。今日は5時20分の始発で出てまいりましたけれども、7時ぐらいにはもう着いたんでよかったと思います。私は東京でですね、林業やってまして、木こりという仕事です。仕事の種類としてはですね、木を植えて、でその植えた木を育てて、で育った木を伐採して、それをまたですね、こういった町にお届けする、そういった仕事をしております。そういった中でですね、日本の森林って、これバックグラウンドなんですけども、7割が森林って言われてますけれども、そのうち木材の消費量が7000万リューベルなんですね。立方メートルですね。それに対して蓄積量が8000万、立方、蓄積量の方が多いのに、5000万立方を、輸入している、そういった、国であると。そういった中で私たちの会社は、こういう林業という仕事をメインにしながらも、なかなか山だけでですね、木を育ててもなかなかこう商売として難しいので、皆様にお伝えするようなイベントとか情報発信、そして、そういった森林とか木に親しんでもらえるような新しいなんか事業をですね、行っていこうという、そういったちょっと変わった林業会社です。で、私たちがやっている木こりの仕事っていうのはですね、大きく分けて2つあります。環境のための森林整備ですね、環境を維持しようというために森の手入れをするような仕事、もう一つは山から木をですね、町に届けるような、そうすることで町に木のぬくもりのあるようなことをしています。これは花粉ですね。これからの季節です。花粉症の方も、いらっしゃると思うんですけども、私はですね、この仕事をやるようになって花粉症が治ったんですね。多分皆さんはマジっ気のあるもの、私はピュアなものを吸ってるんで、多分それで治ったんじゃないかなというふうに、勝手に何の根拠もないんですけど思ってます。で、林業の最大の魅力は再生産可能な資源であるということ。木というのは、この植え付けというものから始まってですね、木を育てていくような作業がいろいろあります。で、最終的にはですね、間伐なんかもこう繰り返してですね、最近間伐材なんていうこともよく言われるようになりましたけれども、その後伐採をしてもまた木を植えることでですね、また同じように使っていくことができます。これはこの今の時代でもですね、こうやって一本一本山に、手で植えています。山にこれ苗木を背負っていくんですけども、だいたい40キロぐらい、これもっと大きな束で持ってきます。それをですね、一歩一歩山にこう運んで覆わせかえて一本一本植えていきます。で、大事に植えた苗木はですね、それから8年間毎年暑いさなか下草刈りをするんですけれども、よく毎日のように誰かしらがこう蜂に刺されるんですね。スズメバチとかですね、よくスズメバチに刺されると死んでしまうなんていう迷信のようなものもありますけど、もちろんそういう方もいらっしゃいますけれども、ほとんどの方は生きてます。で、これ枝打ちという日本にしかない、文化ですね。いい木を育てたいという日本人がですね、いい木を使いたい、そういったニーズに応えてですね、昔からこうやって一本一本木に登ってですね、枝を落としてました。まっすぐにするために。今はそういうニーズがなくなってしまって、こういった作業もなかなか行われなくなってます。これは間伐ですね。満員電車を起こしてもらうといいんですけど、満員電車だとですね、隣の人をぶつかってなんとなく支え合ってる、倒れないですね。釣り替わなくても木も同じです。混んでくるとですね、隣同士支え合って根っこ張らなくなるんですね。なので大風が吹いて全部倒れてしまったりとかっていう災害につながったりもします。で、これが、そうやって干ばつも終わってくるとですね、ようやく種伐期を迎えます。ここに今日本中にあるですね、樹齢50年から60年の木というのは戦後植えられたものです。ほとんどがその7割の森林のうちの人工林はですね、ほとんどの人が一本一本手で植えたところから始まって、今ようやく使えるようになってきたんですね。それがこのようにですね、製材所でですね、製材をされて、いろんな商品にまた生まれ変わっていくんですけども、そういった60年かけて育ててきた木が、例えば花粉症であるからといって、悪者にされてしまっているというような側面もあったりとかして、非常に残念だなというふうに思っています。そういった中ですね、いかにこうやって形を変えてですね、これは乾燥をしています。先ほど製材したものをですね、これ天然乾燥っていうんですけども、私たちは、この業界ほとんどは人工乾燥なんです。もう匂いもあれもしなくなってしまうんですけども、この天然乾燥、時間をかけて少しずつ熟成させるようなものですね。で、丁寧に丁寧にこうやって天然の光を当ててですね、乾燥させていくと、こういった住宅になった時に木の香りがしたりとかですね、そういったものに使ったりもします。
で住宅なかなか難しいので、こういった家具とか小物ですね、そういったものにも、端材なんかもですね中心に使ったりもしてます。それでもどうしても使い切れないもの、どうしても使い切れないものはバイオマスとしてですね薪として、活用して、木というのは本当に余すところなく使えるようなものだというふうに思ってます。なんですが、まあ、森林へのニーズの変化って本当に今大きく変わってます。昔はそのように建材であったりとかですね、キノコとかそういった、林産物、そういったものが取れる、ものが森林だったんですけど、今はどちらかというとそこは体験をするような場所であったりとか、何かあの環境のために何かしたい、そういったもののフィールドになってしまう、まあ、そういったところでですね、私たちは、そういったニーズを組んでですね、この東京美林クラブという新しいプログラムを始めました。町にいらっしゃるような方をですね、山に来ていただいて、一緒に東京に美しい林をちょっと作っていきましょうよと、そういうプログラムを始めております。とても長い期間です。入会していただくと30年という時をですね、私たち一緒に過ごさなきゃいけないという、苦笑いされている方もいらっしゃいますけど、30年かと思うんですが、しかも入会金5万円、年会費1000円、合計8万円で、苗木3本植えていただく。で、30年間一緒に檜原村 ですね、木を育てていきましょうと。なんで30年も付き合わなきゃいけないのかと思うんですが、これ多くの方は結構ですね、こういう小さいお子さんいらっしゃるようなご家族も入会されています。そうすると30年というと、この小さいお子様たちがちょうど大人になる頃ですよね。この子たちが大人になった時に、じゃあ結婚式の引き出物で使おうかしら、3本のうちの2本は使えるんですね、自分で、家を建てた時のワンポイント、マンションを建てた時のどっか1箇所使いましょうとか、で入会して最初の春にですね、植え付けという作業をしていただきます。私たちと一緒にします。でそれから毎年夏に檜原村に来ていただきます。来れない時は私たちが代わりに手売りをします。でそういった形で一緒にこう全13回のですねプログラムをこなしていくと、将来一緒に使えることができます。でそういう山に来ていただくようなプログラムの他に、今度はじゃあ私たちも山で木を切ってるだけじゃなくて、街で出かけていこうということですね、森デリバリーということを今年の7月開始する予定でいます。ケータリング会にですね、森の恵みを詰め込んで、こういったですね街に出かけてきて、でそこで木工体験のプログラムとかですね、そういう東京の木で作られたようなもの、ましては東京のこの檜原村で作られた野菜とかですね、まあ、そういったものも詰め込んで、多くの方にですね森の恵みを届けて、直接届けていく、そういったことを通じてですね、私たちが実際に仕事をしながら使ってくれるような人のですね顔も見ながら、まあ、先ほどの日本に出回っている材木はですね、違法伐採のものが 10% 含まれているというふうにも言われています。そういったことがならないようにですね、私たちの扱った木をですね直接皆さんに届けることで、そういったこともないのかなというふうに思っています。すみません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。私今日初めて木こりという字を知りましたね。木に焦るみたいな、最初さらって出てきたので、皆さんももしかしたら読めなかった方がいらっしゃるんじゃないかと。木に焦ると書いて木こりと読むそうです。すごくなんか夢のある30年、ちょっと自信がなくなっていきますけれども、すごく夢のある話だなというふうに思いました。見えないものの中に森林体験、情報、そして環境保全というところがあったんですけれども、森林体験のところをお話しいただいたと思うんですが、情報というところも実はちょっと気になったんですけれども、これは簡単に言うとどんなようなことがあるんでしょうか。そうですね、なかなかこう森林に対することっていうのは、ましては東京の森林っていうふうになると、なかなかこうどういう状況なんだろうってなかなか見えないと思うんですね。まあ、そういった中で私たちはホームページとかですねを通じて、いろんなこう一般の方に分かりやすいようなですね、あまりこう業界の用語的なものではなくて、一般の人にこう知ってもらえるような、例えば山で、お弁当を食べる美味しさとかですね、まあ、そういったところから木のぬくもりとか木の香りとか、まあ、そういったものをこうお伝えできるようなものをホームページ等を通じて、あとはまあメディアも通じてですね情報発信をしています。で、まあ、情報発信だけだとなんか一方通行なので、イベントも通じてですね、で体感もしていただくというようなことにまあ力を入れています。私たちも知らないことがまだまだたくさんありそうですものね。そうですね、もう僕もまだまだ知らないこと、本当に山とかですね森林って本当に奥が深いので、はい、まだまだですね。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。